今日のお題はアショアだよ。アショア、初めて聞いたものだね。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。アショアはバスク地方で食べられている伝統的な家庭料理の一つだよ。死牛肉を使ったものは、特に祭りや親戚が集まった時など特別な日の料理として供されたりもするね。作り方は、牛肉または羊肉をひき肉にした後、ピーマンやパプリカ、ニンニクや玉ねぎを細かく刻んでエスプレッドなどと混ぜて炒めた後に、白ワインとローリエ、塩コショウをして煮込んでできるよ。名前はバスク語で細かく刻んだものを意味するアショアから来ているんだ。ちなみに日本ではお米と一緒に食べることが多いけど、基本的にはジャガイモと一緒に食べるみたいだよ。ジャガイモ一緒に食べるのか。一度そっちでも食べてみたいものだね。あなたに少しの雑学を。ありみり雑学でした。